Thank you.
はい、皆さんおはようございます。浦安城財団の代表をしております森でございます。今日私が、このポスト G のカンパネスの交流版を出すのは実は10回目になります。2006年の12月に浦安城財団の設立記念のカンパネスを品川にあるカンパネスセンターで、この時はオートデスクさんの協賛をいただいて大きな会場で行ったんですけど、翌年2007年、そして2008年からポスト G という名前を使うようになって、それ以来ですね、ポスト G という名前では8回目になります。でポスト G も東京、大阪ずっと継続してて、3年前からポスト G 北海道という北海道での6月末に開催されるこちらも大盛況で行われるようになりました。で、東京においてはずっとこちらの場を2008年から使わせていただいておりまして、今日も、東京大学の CSIS のご協力をいただきまして、無事開催にこぎつけることに、なりました。でそれからご来場いただいた皆さん、今日はありがとうございます。それから今日、講演してくださる皆さん、そして我々スタッフ、みんな臨時を手弁当でやっていまして、感謝しております。で、ポスト G の、グローバルな広がりっていうのも大変なスピードでこの OS 重大団ができた2006年以降、広がってまして、もう、少量の従来のプロプライティと呼ばれるものをの世界でもですね、さまざまなポスト G ツールが使われたり、あるいは連動するようになって、むしろポスト G がなければジオスペーシャルな、物事が進まない時代になってくるって、コモディティのようになってインフラのようになってます。でその上にさまざまなサービスが出てきて、今日も講演の中にありますけれども、そういうクラウドサービスですね、カルトデビーのようなクラウドサービスも、ポスト G ツールの上に成り立っているということでございます。で今日の、進め方ですけれども、皆さんのお手元にスケジュールとか配布されていないようですけれども、そういう時はスマホかパソコンとですね、OS 上でのサイトを送っていただいて、順番を見てもらえればと思います。はい、まず、今日は午前中は基調講演が2つございます。最初は国土地理院の、藤村様からの基調講演、そして、2番目は、インドのウェス城から、来日してくださった、ケース・ラジャンさんによる講演、この2つがございます。ケース・ラジャンさんは東京大学のここにも、研究のために数年間赴任をしてくださってまして、日本語が非常にお上手で、久しぶりに戻ってこられたということになります。ではですね、10時40分になりましたら、基調講演を開始いたしますが、本日は懇親会も、夕方ございますので、
ぜひ、せっかく、来てくださったなら、信仰を深めて、この世界の横のつながりをですね、作っていただければと思っています。じゃあ、ほぼ時間になりました。私はこういう挨拶をする、係でございまして、では、基調講演の第1番目は、失礼します。いや、ちょっと別にいいんだけど。彼女のスタッフでございます。はい、いいです。はい。All Infosol G、はい、括弧 In GIS Max、地理院地図のすべてがフォスフォー G になるということで、国土地理院の情報普及課の藤村秀則様より、基調講演を行います。藤村様は、つい、編集なんですか？GitHub のカンファレンスで、この国土地理院コスプレをしてですね、サンフランシスコで、ほれほれほれという感じでですね、存在感を見事に、高めてこられたわけです、ね。そういったあの勢いのある、国土地理院の取り組みを、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。40分に、はい、なりましたね。では、よろしくお願いします。国土地理院の藤村です。最初にご案内なんですけど、スライドの左上にあるように、今発表しているスライドはですね、スピーカーデックの方に上げてますので、資料をパタパタ動かしますので、見たいという方はこちらでオンラインで見ていただくということもできます。よろしくお願いします。最初にですね、自己紹介ということで2枚だけに絞って、自己紹介させていただきます。私、国土地理院で、地理院 の, ウェブ地図の地理院地図というのを運営しています、藤村です。で地理院地図ですね、地理院地図というよりはもっと大事なのは地理院対応。我々地図や地図データ屋なので、電子地形図を含む、ウェブ地図向けの地図データを出しております。でその利用のショーケースとして、ウェブ地図のシステムですね、地理地図というものを出しています。それを通じですね、国土地理院が捉える日本の姿をウェブ地図を通じて日本とか世界に提供して利用してもらおうということをしています。地図は、地形図だとか写真だとか地形分類だとか災害情報だとかいろいろなものを出しています。地理地図を運営するにあたって、3つの施策と3つの技術について気にしながらいろいろやっているところで、施策的なところは3つあります。1つ目がオープンデータ施策ということで、政府の方でオープンデータ戦略ありますので、それに基づいてしっかり使いやすく提供していくということをやっています。もう1つがオープンソースということで、我々自身の作るソフトウェアですね、地理地図についてはオープンソースのソフトウェアを利用しますし、また我々が作ったものはオープンソースで提供するということをやっています。オープンイノベーションということで、オープンデータ、オープンソースということをツールにして、産学官、連携を積極的に活用して、実際にやっぱり世の中に役に立つ、イノベーティブな成果を追求するといったことを今、気にかけながらやっています。それから技術的なところですね、これは技術開発をかなりやっていますので、3つほど今、気にしているものがありまして、1つ目が標高対応。我々、地形図ということで、地形のデータを非常に大切に思っているんですけれども、それをしっかり地図上で標高だとか地形だとかが分かるということをしっかりやっています。からもう一つはベクトルダイブですね。ウェブでベクトルデータが流通するということで、いろんな表現を自由にしたり、それから情報処理をいろいろ可能にしたり、そういったことができないかと思っています。もう一つが 3D プリンターだとか、UV プリンターだとか、デジタルコミュニケーションの部分の技術をしっかり活用して、ニーズに合わせて、一つ一つのニーズに沿ったものづくりというのが、どれだけできるのかといったことを、考えたりしています。まずは、2つですね、私の体験を皆さんに共有したいというものがあって、2つ説明させていただきます。先ほどの、施策と技術と関係ある部分です。1つ目が施策のところで、オープンソースとオープンデータと、それを通じてオープンイノベーションを作っていくというところで、先ほど森高部紹介いただきましたが、GitHub Universe というところに出てまいりました。その中で、Changing Lives with Open Data というセッションの中で発表してきた。その中で感じたことをご紹介。もう一つが、これもつい先ほど、3日前なんですけど、10月、8日の金曜日に、オスポジ2000のハンズオンで、ベクトル対応利用サイトを作ろうということで、少しやり方をお伝えした時の感想というところを、ご紹介させていただきます。
リタブユニバースなんですけれども、アメリカのサンフランシスコで、実施されまして、GitHub さんにユーザー数が1200万人ほど、おられると。それから、この会議の参加者は1200人ほどおられます。オンラインで見た方も含めると1万5000人ぐらい。それから、GitHub という、オープンソースの、ツールをこういろいろソフトウェアを作るための、サイトだと思っているんですけれども、その中には2700万件オーダープロジェクトがあるというふうに聞いています。そういったサイトを運営されている GitHub さんの中で、発表44件あって、その中で、一度自分の人事図というところを紹介させていただく機会をいただきました。この会議の全体をですね、いろいろ聞いてみると、この、創業者の方が、狙ってらっしゃるのは、ソフトウェアっていうのは、やっぱりこうメインストリームのところっていうのは、オフィスのソフトを開発したり、OS を開発したり、それからウェブのサービスをいろいろ作ったりというところがあると思うんですけれども、フォーカスされてたのは、GE だとか、ピクサーだとか、あと NASA だとか、そういったところの実家内を、持っている方ですね、ここの技術者、担当者をそのままソフトウェア開発にしようと、ソフトウェア開発の、いろんな、使いやすい技術を、もっと実家内の分野でも使えるようにしようといったことでやられている、その中で、我々にも発表の機会をいただこうかなと思っています。セッションとしては、チェンジグリップスウィズオープンデータなんですけど、3つある中の、1つ、我々がチンチズを用いた災害対応の迅速提供というところをやって、あと、アメリカの方の残り2つの事例なんですけれども、GPFS データを用いた交通都合の設計ツール、それからロサンゼルス機器のオープンデータのカタログサイトみたいなところをこう改善した、その経験を共有していただきました。プレゼンの内容についてはですね、オンラインで、確認いただきます。先ほどと同じスピーカーデックに、HFU と私は藤原になるように、アカウントで作っているんですけども、そこで、ここで発表した内容を出していますので、ご参考にしていただければと思います。で、ここもやはりですね、実課題を持っている人の、そのまま、担当者をそのままソフトウェア開発にする。ということをやっていて、私が感じたら、課題の近くにいる人が、実際問題意識ですね、当事者の人が、行動を書くといったところで、いろんなことができるんじゃないかということをやられているのかなと思っています。で、我々、メインストリーム IT と違って、地域空間情報分野ということで、地理情報と、情報技術というところの、クロスしているところをやっているんですけれども、そういったところって本当に実課題に直面しながらやっていると思うんですね。なので、我々地域空間情報技術者だとか、特に、彼らはオープンソースの、やり方というのをツールにしているので、ここにいらっしゃるポス工場のユーザーは、本当にこういった流れの真ん中にいるんじゃないかなと考えています。なので、本当にここにいる方は自信を持って、進めば、きっといいことがあるのかなと思っています。で、10月8日の、ハンズオンデーについては、地理地図の実用で使っている、ベクトルの出し方だとかですね、そういったことをそのままシェアさせていただいて、こんな感じで話をさせていただきました。で、そうですね、本当に災害対応で、使っているやり方とかを皆さんにお伝えして、使いやすいところ、使いにくいところ、いろんなことが私の方でも非常に分かって、非常にありがたいなと思いました。具体的な作業としては、地理地図の構築ですね、文章を作ってもらって、それぞれの、課題に必要なデータを加えてもらう。例えば、水道のデータだったり、例えば、地形のデータだったり、そういうのも作ってもらうということを、やってもらいました。ここで使われている方法というのはソフトウェアの分身を作って、その分身の側でいろいろ改善をするデータを出すと。で、いいものができれば分身元の方に改善の方を寄せていただいて、またマージをして、全体を良くしていくという流れがあるんですね。我々もこれ、いくつか、おかげさまで実例があって、今回 の, 関東東北の豪雨の時に被災前後の企画サイトを作ったんですけれども、これの ID での、動作について外部の技術者の方からプルリクエストをいただいて、それを反映したという成功でもあります。今回のですね、実習でもこういった方向をしていろいろデータを足してもらうということをやったんですけれども、地理情報ではまた新しいモデルがあるのかなと思っていて、地理地図をこう報告をしてもらって、報告した先でですね、それぞれのデータをですね、足してもらうと。で、そのデータを必要に応じて分身の間でやり取りをするということで、例えば災害対応の時に本当に必要なデータっていうのを実際に
足し合わせて、実際の課題の解決にこう役に立つ組み合わせというのを作ってもらう、そういったことができるのかなと思っています。で、データを作る主体と、それから事実を応用する主体といろいろあるんですけれども、その間が、やっぱりこうカスケードになってしまうとどんどん遅くなってしまうんですけれども、それぞれ分散非同期というのを確保して、ユーザーさんの利便性を最大化する、そういったことが今後できるんじゃないかなと感じました。で、今回、本題ですね、本題の方の地理地図の全てがホス法人になるということについてお話を進めさせていただきます。我々オープンソース、オープンデータ、オープンイノベーションということで進めているんですけれども、特に、オープンソース、オープンデータのメリットの顕在化というのをこれまで努力をしてきて、さらにオープンソース化を進行して、サービスとして可用性をなるべく高くする、それからユーザーにとって価値の高い地理地図を提供して、オープンソース、オープンイノベーションの結果につなげていきたいと思っています。でそれで、今考えているキーワードが地理地図の全てが不創人だということを考えています。でこの先半年ですね、こういったことをしますということの、ご紹介ですね。サーバーサイドの部分が、実はまだオープンになっていなかったので、そこをオープンソースにして、ちょっと感覚的な書き方をしてますけど、Docker ファイルを、出すということを考えています。サービスを提供するのではなくて、サービスを実現するソフトウェアを出すということで、よりスケアにするという考え方ですね。でもう一つ、こちら下の方は JavaScript 側なんですけども、こちらをスケアビリティの格好で、アクセスが殺到しても動くというところを考えると、膨大なレイヤー数に対応するように JavaScript を改善する、それからサーバーサイドの処理自体をどんどん削減していって、なるべくブラウザに貼られてもらうということを考えています。これをちょっと細かく、これから30分ご説明をします。一つ目ですね、内部 API の、コンテナリス対応ということで、我々国土地理の方で地理地図運用しているんですけれども、サーバーの氏名は外部にお願いをしています。で、調達ですね、国はやっぱり年度年度で契約をするので、実は年度ごとにですね、サーバーを渡り歩ける状態を確保してこないと、なかなか調達に乗らないということがあってですね、我々渡りやすくしたいと、渡り歩きやすくしたいということを非常に重視をしています。そのためコンテナ技術に、動的な部分を載せてしまって、我々自身も渡り歩きやすくしますし、それからもし皆さんのところでお役に立てるようであれば、同じものを、それぞれのサーバーに、コピーしていくということができるようにしたいと思っています。地理地図で動的な機能というのは、実はサーバーの動的な機能では4つぐらいしかなくて、地名検索と、右下のカウンターと、リバース情報だと標高 API、カウンターは多分カウンターなので地理情報ではないんですけど、こういったところを、どんどん動的な部分をオープンソース化していくということをやっています。それぞれですね、あくまで地理地図に付随的な、ここで、付加的なものですね、小さな内部 API なんですけれども、だからこそ、そういったところに、ポータビリティの部分で、コースをかけないと、年度代わりで、サービスの移植にコースをかけないというために、Docker の上でこういったものを動くようにするということを考えていまして、年内に開発を終えて、その成果は GitHub に置くと、ライセンスは今 CC0 と書いています。開発するサービスは、HTTPS 対応にして、HTTPS のサイトでも使ってもらえるようにするといったことを考えています。それから、今度はタイルのサーバーのところなんですけれども、我々はこういったことを考えていますというところのご紹介ですけれども、こちらはどちらかというと内部の事情にはなるんですけど、我々、タイルを配るというのが一番大事な仕事だと思っていて、そこをなるべく可用性を高くすると。タイルサーバーを絶対落とさないということを考えています。それで今我々が使っている方法は、上にある図のようにですね、ユーザーさんからのアクセスをまず CDN の方で、キャッシュをして、なるべくアクセスを分散して、CDN から、アクセスオリジンサーバーを、なるべく頑丈なものを作るということをやっています。今オリジンサーバーは普通のリラックスのサーバーなんですけれども、これをオブジェクトストレージに変更するということを考えています。こうすることによってですね、今地理自身がその Linux のサーバーとか、アマッチとか、いろんなものをこう管理しているんですけども、そこの手間をクラウド屋さんのプロの仕事に任せるということで、我々自身がやるよりは可用性があると、やっぱりプロの方がしっかりやっているので、上がるだろうといったことをやっています。それからですね、これ本当にいろんな方からご要望をいただいているんですけども、
地理タイルを HTTPS でも配信するということに、ついに、なりそうです。CDN からユーザーさんへのアクセスについて、今まで HTTP でしか、配信してなかったんですけれども、HTTPS でも配信することにして、地理タイルを使っているサイトがですね、HTTPS でも今後警告が出たりとか、そういったことがないようにしたいと思っています。もう HTTPS を使うというのは世の中の流れだと思っていて、なんとか食らいついていくという感じなんですけれども、そこをやりますということですね。それからもう一つ、HTTP 関係では今 HTTP2 というのがかなり使われていて、やっぱり HTTP2 を使えばかなり早くなるというのは我々の方で実験をしているんですけれども、今のところその CDN からユーザーさんへのアクセスについてなかなか、HTTP2 の調達が難しいということで、今年度は、HTTPS の、導入は断念をして、その代わりドメインシャーリングという今使っている方法を継続するということをやっています。そういった配信の部分はこんな感じで進めています。それから、先ほどのところですね、オリジンサーバーを、普通の Linux サーバーからオブジェクトストレージにしたということで、これまでですね、オリジンサーバーに地銀タイルを上げるというのは、例えばターンファイルにして上げて展開するといったことをやっていたんですけれども、ここが工夫が必要だということで、そのためのツールも作ります。それは、皆さんにも見ていただく、公開して、動くということを考えています。我々地銀ではですね、地図の迅速更新が非常に大事だと思っていて、自分たちのリソースを有効に一生懸命頑張っているんですけれども、そのデータがどんどん日々できてきているものをオリジンサーバーに上げるというのをやっているんです。で、地銀タイルをダウンロードをしていただければ分かるんですけど、大体毎週数万とか100万弱の配布を、実行を上げているという形になっていて、ざっとしたイメージで1分間あたり100タイルは書き換わるといった感じで日々書き換えをしています。これまでは、Linux の、やり方ということで、なるべくファイルシステムをいじめないような上げ方をしてたんですけれども、オリジンサーバーがオブジェクトストレージであると全く事情が変わってくるので、オブジェクトストレージの特性だとか、性能だとかを活用できるようなツールを、これから作ってですね、年内ぐらいから、皆さんにも見えることにしていくということを考えています。具体的なところはこちらですね。手元にある、地銀 の、 データ作成の部分から上がってきたタイルのデータをオブジェクトストレージに上げるという問題なんですけれども、オブジェクトストレージは一個一個書くのはあまり早くないんですね。ただ並列に書き出せるということなので、並列アップロードというのを一生懸命頑張ろうと思っています。であと、書き込みは失敗したりするということなので、書き込みが成功するか失敗するか見ながら、失敗すれば何度でも、やり直すと。で、できるだけ並列性を上げると。でそういったツールというのはタイル専用のものがないので、それを簡単なものを作ってあげるということをします。それからですね、地銀タイルを今度ダウンロードしていただくときに、地銀タイルはどこにあって、そのタイルは何月何日生まれだよというのを表現した地銀タイル目録というのがあるんですけれども、この目録を使えばですね、アップロードするときに無駄が少なくなると。もうサーバーに同じ誕生日のデータが上がっていれば、もう一度貼り直す必要がないので、アップロードマネージャーでもこういう目録情報は大事なんですね。なので、アップロードマネージャーが目録を管理して、それから皆さんに提供する地理タイル目録も、アップロードマネージャーからこう引っ張り出すと、そういったちょっ と、データのフローを直すといったことを考えています。これによってですね、自分たちのアップロードも効率的になりますし、地理タイル目録というタイルデータの一覧も、なるべく鮮度の高いものをですね、皆さんに提供できることができるということになりまして、日々更新されるタイルをなるべくリアルタイムで皆さんの手元にダウンロードしていくということが今後可能になってくると思っています。で開発 の、 スケジュール感は先ほどと同じで、年内に開発を終えて、成果を伝えて、ライセンスはおそらく CC0 になるといったことを考えています。それから、地銀地図、JavaScript ですね、ハンズオンで使った、そのソフトウェアの改良というのもいくつか溜まっていますので、そういったところを、10箇所ほど、やります。で、直しをするときにですね、2つ考えていることがあってですね、この黄色い四角のところに書いてます。これは多分去年のコスモ G の時も申し上げたかもしれません、今年かもしれません、
ソフトウェアの変化っていうのはデータの変化と比べて10倍も100倍も早いということで、ソフトウェアとデータがなるべく、依存しないといったことを、しっかりやるということで、ソフトウェアは積極的に改善するんですけれども、データは長期的に安定するようにということで、なるべく、ソフトウェアにデータが引きずられないようにするといったことを、一つの、指標にしています。もう一つはやっぱりデータはどんどん単調増大すると、データが減るということはなくて、どんどん増えていくということを経験してますので、今後もどんどんデータが増えていくだろうと。データの増加に対してスケーラブルになるという改良を優先するというふうに考えています。今持っているデータが、あって、そのデータが2倍になったから、地理地図は2倍も遅くなっていいということはないので、むしろどんどん速くしていきます。項目としては、今、計画に載っていたのが10箇所と、残りちょっと3つほどあります。上の3つについてはですね、これからちょっと時間をかけてご説明をします。で、今のところ、今後できたらなと思っているんですけど、リソースが足りてないというところが、レイヤーズ・ドット・テキストっていう、力配布しているデータのメタデータですね、これを、人間が見やすい一人タイル一覧というものに、こう自動的に、直せるといったことをできればなと考えているんですけど、これはちょっと今後になっています。それからユーザーインターフェースの部分、できれば多言語化をしたいと思っているんですけれども、これも、もう少しタイミングを図ってからやりたいと思っています。あと、我々が使っている、ウェブ2のソフトでリフェというのがあるんですけれども、これ、今 1.2 のベータが出ているという感じているんですけれども、今のところ、今年度は我々は 0.7.3 の系列です。0.7 の系列から動かない。1.0 タイムはおそらくインターフェース以降に考えたいと思っています。残りの、10項、今年度、残り時間で頑張りたいと思っています。一つ目ですね、レイヤーズ・オート・テキストの話なんですけれども、これもちょっと、オープンにはしてるんですけど、地人のライブの話みたいになっていて、ちょっとそこのご説明なんですけれども、地人地図、開けていただいて左上に表示できる情報というのがあるんですけれども、ここから読んでいただける情報というのは、実は、最近1200を超えたんですね。かなり多くなっていて、中身をですね、こう見てみますと、第1、2号ですね。第1、2号から得られた、サーの情報、それからそれを使って作った干渉サーの情報ですね。これが非常に増えています。やはりこれは観測ごとにデータができるので、別々のレイヤーになるということで、これがかなり効いていて、1211になっています。そのレイヤーのメタデータを見るための情報、ツールとかも GitHub に上げたりしている SL というのを作っているんですけれども、ジオスペシャルの人は SL って押すと、蒸気機関車が出てくるんじゃなくて、自衛隊の一覧出てくるようになりたいなと思っています。で、それやると、1281のレイヤーがゾロゾロ出てくるものを作ってますので、もしよろしければお使いください。で、我々がやるとしては、今ですね、1281のレイヤーを、地図の起動時に全部読み込んでるんですけれども、それだけで数メガのデータを実は同期しているので、多くの方はですね、標準地図、地形図相当のものをご覧になる方が多くなんですけども、その方に SAR のデータがどこにあるかというのを全てお知らせする必要はないということで、SAR が見たい方は SAR の、フォルダを押した瞬間にそういった情報が出てくるということにすることで、地図地図の起動を高速化しようということをやっています。仕様はもう開けていまして、それを、GSMAX の JavaScript に反映するという作業を進めたいと思っています。それから、ココタイルというのをやっていて、これは地理地図でですね、我々なるべく全国をカバーすると、そういう地図を作る機関なんですけど、必ずしも全国をカバーできない情報というのはたくさんあります。なので、地理地図の中で、今見ているこの場所について、存在するレイヤーだけに絞り込むという機能がありまして、真ん中にある、表示できる情報の表示範囲に絞り込みというのをオンにするとですね、例えば古い写真というのは、例えばこれ二条城のところなんですけど、二条城のところにないというレイヤーも、出てきたものを、実際にデータが見れるものに絞るというのがあるんですけれども、これを実現している技術として、そのタイルの位置にあるタイルの ID を集めたメタデータの、タイルというのを作っています。これが今のところ、地理が用意した1個しか対応していないんですけれども、それを、複数の、ココタイルを読めるようにして、ココタイルの管理を分散したいと思っ
まして、サード部隊が非常に、たくさん作っているので、そこに引きずられて、コボタイルを全部全国作るというのはかなり大変なので、そこをなるべく分散するということをやっています。まあ、これが、もし普及すれば、いろんなところでコボタイルを作って、それを、合わせると、例えば全国で、3万レイヤーあるんだけども、ちゃんと京都この辺りに、まあ、京都でこの辺りに見れる30レイヤーがちゃんと出てくるといったことが、できればなとも思っています。3つ目ですね、ユーザーインターフェースの改良なんですけれども、今、地銀地図ですね、黒い画面で、なるべくあのボタンを少なくするということをやっているんです。特に情報のところは、情報を押すと表示中の情報を表示できる情報というふうに分かれていて、データを貸すときは表示できる情報を押すと、レイヤーを選べるというふうになっているんですけれども、これは論理的にはかなり考えたつもりではあるんですけど、パッと見てですね、表示中の情報と表示できる情報と、どっちを押せばいいかというのは、実は地銀の情報付けは我々も時々迷ったりするということがあってですね、なるべく操作ストレスが減るように、このあたりを整理するといったことも考えています。まあ、そのうち GitHub とかで、ね、出てくるので、まあ、その段階でもうちょっとこうしたらいいんじゃないかというコメントをいただけると、なおありがたいかなと思っています。それから、ここは使い勝手のところなんですけれども、我々地域地図に重ね合わせられる情報として、GeoJSON と KML とやっているんですけれども、GeoJSON で作ったデータをですね、開くときにファイル開くみたいなことをしないと開くことができない。世の中ではもう、GeoJSON をドラッグドロップでポッと貼るというのがたくさんあるので、まあ、それを取り込んでですね、デスクトップにある GeoJSON を地図にポッと落としていただければ、それがすぐに表示できるようにするということを、実現しようと思っています。まあ、これで、実務の中でですね、なるべくもう公開できないんだけれども、地図を使ってパッと見たいという情報があったら、地図に落としていただければ、地図上で見えるといったところをカバーしようと。ちょっとマニアックに後ろになってくるんですけれども、ここはちょっとやや思想的なところではあるんですけれども、地銀地図につく URL についてこの機会にきれいにするということを考えています。地銀地図ですね、今ツイッターとかで共有していただくときにはちょっと右上にありますけど、右上の機能のツールの、共有の、それからリンクを取得というところに行っていただくと、そのウィンドウが出てきて、いろいろ中央の十字線をつけるつけないとかカスタマイズして、URL を作るということはできるんですけれども、これ結構めんどくさいですね。なんかこう地図上でなんかこうシェアしたいものがあって、ツイッターでポッと出すというときに、例えば、まあ、スマートフォンとかではシェアするための、機能とかついてるんですけど、そこからはできなくて、この機能を使わないと URL が作れないという問題がありました。でまあ、そこをですね、もうちょっと無駄にしようということで、地銀地図の状態っていうのは、中央の、色系とかどこで、ズームレベルが何で、どういうデータを重ね合わせていて、例えば樹木線をつけてるかつけてないか、まあ、そういった状態があるんですけれども、それをもう地図をズームにズームアウトすることに書き換えると。いったことを、するということを考えています。まあ、こうすることでですね、リンクを取得するっていうメニューを3つ降りていろいろカスタマイズしなくても、今お手元で見えている地銀地図の状態は常に、ブラウザの URL の窓にあるという形にしたいと思っています。まあ、そうすることで、例えばツイートとかフェイスブックやるときに、ブラウザの、アドレスバーからもっとコピーしていただければいいですし、あとはスマートフォンとかではシェアのところで、ツイッターがツイッターと押していただくと、もうそこにつく URL はお手元で見ていることが全く同じと、そういったことをしたいと思っています。もうちょっとやり始めると細かいところではあるんですけれども、まあ、頑張ってそういったことを実現したいと思っています。それから、名前を付けて一時保存っていうのは、これは結構古い機能なんですけれども、地銀地図の、今の表示状態を HTML で保存するという機能が、昔からついています。これを押すと、HTML が保存されて、でその中にいろいろ工夫がされてあって、それをダブルクリックすると、保存した時の地銀地図が再生するというものをやっているんですけれども、これ、我々実はちょっと反省しているところがあって、この保存機能というのは、お絵描きをして、作図をしてですね、作ったものを HTML の中に埋め込んで保存するということに
があるんですけれども、本来多分一番大事なのはデータであるんですけども、それを SQL だとか JavaScript とかデータソフトウェアにこう埋め込んで保存するという形になっていて、ソフトウェアが進んだときに本当にこれが生き残るかというのはかなり怪しいというところを発生しています。おそらくですね、削除した情報を保存されるのであれば、JavaScript なら JavaScript のデータとして保存していただいたり、あと、絵として保存されたりとか、スクリーンショットの形で保存していただいて、まあ、収証を明示していただいて、いろいろ使っていただくという方が、技術的には望ましいと思っています。まあ、一方で、今まで使っていただいている方で、1ファイルで保存できるというのが、手軽だという方もいらっしゃるので、なるべくですね、技術的にセンスのいい方向に持っていきたいと思っています。今の状態はですね、1200を超えたレイヤーズを取引する状態、データを全部、SQL に埋め込んだりしていて、気がつくと、HTML ファイルで 1.3 メガという、ただ点を1個打っただけの、名前付けて保存でも 1.3 メガということになっているので、まあ、そういったところを直していく。具体的には、今の地理地図の状態を再生するということはあまりこだわらないようにして、起動時に依存するリソースをなるべく減らす、それから保存する HTML ファイルの、サイズを減らすと、まあ、こういったことを、してですね、なるべく、なんか、地理に任せて HTML を保存したら、5年後に開けると開かない、そういったことがないようにしたいと思っています。それから、標高データですね。我々、標高データやっぱり大事だと思っていて、標高なら地理です。地理は標高といった形で、とにかく標高を、なるべく宣伝したいとは思っているんですけれども、標高表示の部分のパフォーマンスをもうちょっと良くするということで、もうちょっと自信を持って、ご案内できるようにしたいなと思います。今ですね、地理地図の、下の矢印を押していただくと、こういった地図の中心についてのデータが、情報が出てくるんですけれども、一番下に標高ですね、我々の、測量成果とかで一番その場所に、中でのに、いいものを選んできて、ここでしたら 25.4 メートルですよというのを解説しているんですけれども、これ標高タイルから指定位置の標高を取り出すと。ファイルを開いて、何番目のデータを取り出して返すということをしているんですけれども、これをサーバー側でやっていて、それで遅くなっているというのがあるので、これは JavaScript でできるということで、JavaScript 化をするということを考えています。狙っているのは2つあって、左側ですね、クライアント側で、お客さんの側で、標高表示を高速化する。今、スクロールすると、ちょっと待って標高が出てくるとなっているんですけれども、もうスクロールする、その瞬間、その瞬間に、標高が出ると。いうことがおそらくできるようになるのかなと思っています。もう一つが、地理地図で、標高が見える状態にして、同時に1000人、1万人の方が来ると多分この、機能が死んでしまって、それによって地理地図が、悪いという形になってしまうので、そこをクライアントサイドに来るということで、スケアルを確保する、そういったことを考えています。それから、地理地図 3D というのがですね、最初は地理地図と別のものとして生まれたんですけれども、今後地理地図 3D と地理地図というのを、一体化していくということを考えているんですけれども、実際に統合を進める中でですね、これまで地理地図の右上の機能から 3D までにしてクリックを結構3、4回、5回、しないと SQL データまで引き付かなかったんですけれども、それをもうクリック数を半分以下にするということを考えています。それから、標高タイルから SQL データを作るところも、サーバーサイドでやっていて、特に火山災害とかの時に皆さんご覧になる、出力されたいという時にちょっと危ないんじゃないかというところがあったので、これをブラウザで、実行できるように変更したいと思っています。結果として、火山災害とかそういうことが起こっても自信を持って 3D を、見てください。参考にしてください。ご案内できるように、していきたいと思っております。標高タイルですね。標高タイルを改善しようと思っていて、今、我々が使っているのは、標高タイルを始めた頃の CSV の標高タイルなんですけれども、やはりこれが性能のボトルネックになっているということが分かっていまして、まず通信帯域を音速で使うということと、テキストを数値に読むので、そこでも遅くということが分かっていて、産業技術総合研究さんのシームレス実質をずっとやられている研究グループ。の方が提案されている現地標高タイルですね。こちらのグループの方と、長年ですね、本当に情報化させていただいたんですけれども、我々の方から、現地標高タイルを提供して、実験をするということを考えています。こうすることでですね、先ほどの、標高が出るところですね、クライアント
ラントサイドすることで速くなるんですけども、さらにデータを速くするということで、両方向をより高速にしようと思っています。もう一つがセシウムでのセジウムというようですね、あのセジウムで、我々の標高帯を使っていただく例というのはおかげさまでいくつか、いただいていまして、そこでご利用いただくときにやっぱり CSV だとあまりに遅いというあの 状態がありますので、PLG 形式の標高帯を、提供することで、セジウムみたいなところでも、より早く、地形のデータを見ていただくということを考えています。青字に書いてあるところはあの今後の課題で、標高対流 の PNG であってもやっぱりグリッドという考え方でやっているんですけれども、金の考え方に近いところであのコンタイズメッシュという別の形式もありますので、まあ、こちらと、今後比較していかなきゃいけないなと思っているんですけど、今のところこの青字の部分は先送りにしていて、今後、いろんなところで情報収集とか意見交換しながら、3D に対する対応というのを進めていきたいと思っています。から、ブラウザ対応というのは本当に我々一日12年やっていて、いつも悩みの中なんですけれども、まあ、今回はあのエッジの対応というのをしっかりやっていきたいと思っていて、これが大変なのか大変じゃないのかというのも、やってみないとわからないというところはあるんですけれども、一日ずは多くの環境で動くという形を早期にしてあの安心して使っていただけるように、しないといけないなと思っています。かなりちょっと細かなことをご案内してたんですけれども、まあ、来年その地理地図の運用側として、まあ、こういったところで地理地図をどう改善していってですね、我々のデータをより広いところで使っていただきたいことを進めたいと思っています。で、ちょっとこの40分の結論なんですけど、1個目は英語で書いてあったアラン・ケイのまでです。アラン・ケイがあの People who are nearly serious about software should make their hardware といったのの種ですけれども、我々は地図屋なんですね。地理空間情報屋でデータ屋なんですけれども、先ほどご案内したようにかなりソフトウェアのことをやっているんですけども、やっぱりそれは何でかというと、我々のデータをなるべく、広くというか分かりやすく使っていただきたいと。で、データがあまりに大好きだからこそソフトウェアをある程度作れるみたいと思っています。で、先ほど GitHub であったように、まあ、そういう方々ですね、当事者こそが、ソフトウェアを作るというのが、ピーターからイベントがあったように、どんどんこれから楽になっていくというふうに思ってますので、まあ、例えば先ほどお話したソーシャルコーディングの、技法を使ったりして、オープンソースで、いろんな方と情報交換しながら、より簡単にですね、コラボレーションしていければと思っております。そういった形で、進めていきたいと思っていますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、国務委員の杉村様からの声ですけれども、約5分以下のゆとりございますので、引き続き応答を、どうぞ。時間を取りますか。皆さん、いかがですか。手を挙げて、何かという応答を。朝日公園の高橋と言います。自分がいかに地理院地図を使ってないかっていうのを思い出された感じです。で、ちょっと一つだけ簡単に疑問に思ったことがありまして、で、今回の発表の中で、ソフトウェアのサービスとして提供していくんじゃなくて、ソフトウェアとして、地理院地図を提供されていくということで、そうなっていくとコンテンツの一つとして扱えるのかなということをちょっと感じた部分があります。で、そうなってくると地理院さんも確かコンテンツ表記薬っていうものを用意されていると思うんですけれども、そういったものとのその兼ね合いといいますか、近い、地理院地図を、まあ、開発といいますか、自分たちのところで使っていく中で、その辺の規約をどの程度までその順ずるっていうんですかね、していけばいいのかなっていうことをちょっとお聞かせいただければと思います。ありがとうございます。我々情報普及課はサービスを、運用するという、ことをやっているんですけれども、データを提供するサービスというのを最優先にして、ただそのショーケースであるサービスですね、唯一のサービスも、しっかり運用するということをやっています。で、まあ、やっぱりいろいろ政府の方でどんどん API を出していこうという流れはあるんですけれども、我々の運用するサーバー資源というのは限りがあるので、
サービスを提供する API を提供するということは当たり前になったとして、ただそのサービスを実現するためのソフトウェアも提供するということで、まあ、毎日と言いたいんですけども、我々の、サービスが落ちたときでも、必要な方が必要な場所でサービスを立ち上げられるということを実現するためにソフトウェアを出しているということを考えています。で、それが本当に一般のサービスもそうなんですけど、特に災害対応を考えたときに、閉じたネットワークでも、地道と相当のものが動きたいという方に対しては、サービスを実現するソフトウェアを提供することで、そういった内側でも同じようなサービスを提供していただければということを提案、今後していきたいなと思います。それから利用規約との関係なんですけれども、ご指摘の通り、国土地理では国土地理院、コンテンツ利用規約というのを、政府の標準利用規約の準備で作ったんですけれども、国土地理院の、ソフトウェアの利用、すみません、国土地理院のコンテンツ利用規約はですね、特例が唯一だけあってですね、ソフトウェアの提供の場合には、別に、政府標準利用規約と別に、ライセンスを立てることができるということが、言われていて、まあ、そこを使って政府標準利用規約に基づき、MIT とか政府利用規約に基づき CC とかそういった判断をしています。まあ、そういった判断をするための我々の、基準としてはもちろん政府標準利用規約の、精神を守ってあれよりも、なるべく使っていただきやすい形で出したいということと、あともう一つが、我々、データ屋であってソフトウェア屋ではないので、ソフトウェアにはむしろ名前を残さない方がいいと、なるべく使っていただきたくしたいので、名前を残さない方がいいという選択をして、CC0 で、出したいなと思っています。まあ、一つはやっぱり責任が出すぎるというのも我々素人ですので、ソフトウェアについては、我々はこうやってるんだけれども、やはりプロの方にはプロの方に評価していただいてどんどん書き換えてほしい、なので CC0 で出す、そういった考え方でやっています。ちょっと長いです。ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。はい、東京大学の伊藤です。おそらく地理地図、地理さんが直接どの方に提供するってだけでなくて、例えば自治体の方、企業の方、いろんな方、多分問題を抱えている方が、これも、まあ、大変というか、まあ、自分の情報と合わせて利用するということを想定されていると思うんですけども、具体的に想定されている お客っていうんですかね、その地理院さんから見て誰に使ってほしいのかなっていう、そのあたりはどんなふうに想定されているんでしょうか。そうですね、想定というと、私もこれから言うことは非常に甘いことかもしれないですけど、地理院のデータを使いたい方すべてが、我々が、捉えたい顧客だというふうに思っていて、ただやっぱり地理院の地形図っていうのは役に立てる範囲っていうのは限りもあるでしょう。ただ一方で想像もしないところにもあるかもしれないでしょうというふうに思っています。で、一方でじゃあユースケースゼロで考えるのかというのはあるんですけど、ある程度やっぱり我々が特に優先して、支援したいというところは確かにありまして、そこはやっぱり災害対応とかですね、そういったところではぜひ使ってもらいたい。我々自身が災害対応に使ってて一部に使っていけているので、災害対応関係の情報公開など、そういうところにはよく使っていただきたいと思います。あと自治体の方で使っていただけるというのは本当に特に言われていてありがたいんですけれども、自治体の本当の、業務ですね、公定の業務だとか内部の業務だとか、そこら辺っていうのはなかなかやりたいところはあるんですけど、知識がない、業務知識がないので、我々はなかなかうまく、ご支援できてないんですけども、まあ、そういったところはちょっと、自分たちで仕事するんだったら、その地理地図パートナーネットワークみたいなところで、ソリューションを提供されている会社さんだとか、そういうところと情報交換しながら、我々のデータが実際に行政に役立つという中で、地理がやるべきことはどこなのかというのをこう見つけていくという作業もしていきたいと思っています。ありがとうございます。では、他だけはこちらで一旦、西村さんの講演を、終わりにいたしまして、今日はお昼頃まで、すいません、はい、ちょっと僕がありまして、はい、はい、ちょっと抜けはしますけども、はい、今はチャンネルで上映いただきたいと思います。では、これで、国土地理院の栗村さんからの講演を。
終わりになります。どうもありがとうございました。はい、続きましては本日の基調講演の2つ目になりますが、今回 OS 事業の、インドの支部から、来ていただきます経営スライダーさんです。インドの IIIT というところの、先生をやられますが、過去、東大のこちらまさにこちらで仕事を研究されてました。タイトルはですね、OS 業のインディア、インドの支部に関する情報だけではなくてですね、インドにおける OS、コース工事ツールの、利用状況について説明を、いただきます。日本語か英語かどちらでしょうか。久しぶりに日本なしから英語で話しますよ。ということで、はい、基本的に日本語で普通に話ができたので、私日本語で話をしています。では、ラージャン先生、よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、おはようございます。久しぶりに日本に戻ってきているという感じですから、日本語の単語、テクニカルの単語はあまり忘れているかもしれないと思っているので、英語でちょっと話させてください。ある時には、何か質問とかあれば、聞きたいことがあれば、日本語でも嬉しいです。時々私の英語もちょっと早くなるかもしれないから、分からなかったらちょっと声かけてください。Good morning once again. I will actually share two things today. I was kind of trying to find out what I should talk about. One was, I thought I'll share about is the open source community that has been formed in India kind of stuff, and how it has been active and what it is trying to do. On the other hand, I also thought that being part of the university network and being trying to work on developing new technologies and stuff, I'll share some of the things that we are trying to do, which might be of use to others also, and we could possibly build over it, or you may actually build better ideas over that and stuff. So just to give a brief background, as Murisan mentioned, I actually studied in the same campus, the next building. So this building was built when I was a student, when I was working at for almost 8-9 years back. And then I went back to India to start this group called Lab for Spatial Informatics. The idea was that, as many of you and the previous speaker was also mentioning, one of the biggest things that you actually find in GIS is that a lot of it has also got to do with computing. A lot of it has got to do with the new technologies that are kind of changing the way we look at data, the way we look at software, and the way we look at applications or utilities. So keeping that in mind, the idea was to actually help build some of these things. And slowly, in the very recent past, about 1 or 2 years ago, a small startup has also started up from the university, which is trying to work purely on open source, a company that completely provides solutions only on open source technologies. Briefly, you don't have to read this whole thing. The idea is that the lab or the research center actually works in a couple of areas. One on developing new technologies, in both remote sensing and GIS. But the most important part is that most of this, what we do, we try to release it or at least contribute to various projects that are at OSGEO or other kinds of open source networks. So we kind of work together in various bodies, and we have been able to contribute some of those things there. And some of the new things that we are developing in the last 1 or 2 years, we plan to also push that and make it open very soon. Okay? So let's kind of have a brief discussion on what is it. So out of the many people who are here, how many of you think you are more of a user of the open source tools that are available from OSGEO? You think of yourself most as a user or as a developer? So I think there are different kinds of people, okay, in open source community. So one of the things that I think most of them tend to be is the first one. That still happens to be the majority. Very few people are actually in the developer class, right? The biggest challenge is that we are still trying to catch up with what is available in the software and what we can actually do about it. But then why is it that we also need to be part of the developer community is always an open problem. And I'll kind of share with you my own experience of why this is an important thing. But at the same time, the other two parts are also very important. We may also want to bring in community people who might actually be better, good at propagating this. Because it's important to tell the government
tell various agencies, including large corporations, that how open source can actually make their lives better and life of their customers or citizens better, right? So it has to, it is important for us to also have people who actually are able to promote these kinds of things. They may not be the developers itself, they may not be pure GIS users, or in that case any open source software users, but then they should also be part of this community. And it's important that we actually build this. So this is a big challenge. I think this is one challenge with a lot of the open source communities, because it has largely developed primarily from the first two groups and not from the other two groups. Okay, so how do we bring them on board and make them as much partners in this work as anything else? So most of you understand this left side. For some reason this has changed. So first thing, helps us define a couple of things. Okay. So one of the biggest advantages that we find while running the program as I wish and not as the program tells. I don't know whether what is your experience, but my experience with many people when I was here and I was trying to one of the first installations of GIS in the lab in Seiken actually happened in our group, and I was there at that time about 20 years back. We were trying to install the SRE's product at that time and then try to teach or even share that knowledge with people in companies. One of the biggest things that I found, and interestingly even after 20 years I still find, is that many people will come and tell you that I can't do this because the software menu doesn't have it, or there's no tool for doing it, right? So we are sometimes constrained not by our by the tools, rather than by the thought of our ideas. So innovation or technology can only happen if I can actually look at the tool, tweak it and modify what I want to do. I'll use one small example here. When I was doing my PhD or my doctoral program at Todai, and when I was doing that, I realized that one software doesn't give me the solution that I'm looking at. So I had to use four different softwares, and finally I decided to rewrite the whole thing and wrote my own code to solve what I was looking at in my PhD work. So I think that is still true. For many people, one software package is not the solution for everything. So most important part, and for people who are actually in research or in universities and also in agencies of solutions drive your choice of technology, it is actually that you should understand what is there inside it, what is the assumptions, what are the limitations, why it will work and why it will fail. If I understand that, I think I have at least, I know when to choose what. And that's the biggest challenge. So this is what helps us to innovate and provide different solutions. Some example I'll provide later on today in the talk. The other one is that because we have access to source code, we are now not dependent on the platforms. Otherwise, we are also like how we have been dependent on data for a very long time. We have also been dependent on the tools that have actually been there in the market. The other biggest advantage, if you actually are doing good things, it will spread. More people will want to use it. And if you're not doing so, it will have a natural death. Right? So it's good that this actually becomes a part of the natural selection. So if you are getting able to share the information, not close it, the biggest advantage that you bring is that we also learn from each other's mistakes, we learn from each other's success, and then we actually build over that. I think this is important for us, and as a community, I have always been finding that this is difficult for many people to understand, because they are only focused on one or the other aspect of using a software tool. So I'll just step back a bit and share with you how I became part of, or I started using open source tools. Yes, when I started 20 years back, I used a lot of not only S3 but other products also. But then when I was making this move about 10 years back, from back to India from Japan, I decided that it's time that I actually look at more of solution building rather than just looking at tools and saying that I'm able to do this or do that. So I was actually working, and I still work, in an area that is largely developing models, like land use change models or environmental models and stuff. But if you have to do a good model, or any traffic models also, if you want to do transportation and traffic modeling, you have to be good at analysis. If you have to be good at analysis, you need a lot of tools. And as today's keyword of big data is there, we also find that there's not enough tools. We may have a lot of data, or we may have a lot of IFS thing, but there's a disconnect between how you can extract what you want from the data, or discover the knowledge that is important for us to decide what we want to do. Which basically means, I think I'll skip this one because from GSIT, we actually already spoke about data and other issues. But then if you look at the analytics part of it, what is it that drives the analysis? Is it our interest in getting a right output is what drives our analysis? Or is it just about we are just able to catch up on something that we want to do? So in some sense, I always think that going back to the paper and pen sometimes gives us great ideas. But then if you have to scale it up and you have to make people use it,
in a much larger setting, you have to bring it back to a system that is more acceptable in adapting that data and using it in different ways. So, like it or not, people in, like the, how the previous speaker mentioned, people from data are moving towards software, people in research and science are also moving towards software, because this is not that I'm looking at it as an outside tool, I'm now looking at it as an integral part of my work. If I understand my problem, I should also be able to modify that problem or modify the tools to satisfy and answer the problem that I'm looking at. So how do I combine those two things becomes the biggest challenge today. Okay, so it's important for us to actually become more of this. Yes, so developers are part of it, but a lot of users also are able to give the right ideas or the right challenges that are there. They are, he or she may not be able to do it on their own, but can, if they can actually share, possibly we know what more to be developed and how we can. So I'll take a bit of a change in topic to just tell you how OSGEO India started. OSGEO itself started in around 2007. And that was the time when I actually moved back. 2006 is when I moved back to India. And for us, I think many of you recognize this person here. When I moved from here, from India back, from Tokyo back to India, I was actually trying to put together a research group, like I was mentioning. The idea was to create a group that does many things of different kinds of stuff. And at that time, when I was talking, we also decided that possibly we'll form the Indian Open Source Geospatial Foundation. So, but you see a small difference. In 2007 is when we started forming as a group. Our first workshop like this happened in January of 2007, where we actually presented that we're looking at how we build a community or how do we start. So it's almost now 8-9 years. But then we formally became an official entity in 2008. One advantage that we found is why we wanted to become a legal entity was that by doing that, we also had a say in the government. We could actually present the views of the community to the government or to the various agencies and talk about how we could actually do stuff. Okay, so we have a range of people, don't worry about the names. More important is the OSGEO India has one interesting combination. Some of these people are coming from government, some of these are coming from private industry. Rolta is one of the biggest GIS companies in India at this point, which develops its own software, right? And a couple of us are coming from the university and academia. Okay, so the idea was to bring all the three sectors, research and academia, government and industry together so that we can actually look at each other's problems or learn from each other's requirements. So we have largely been dependent in the very first few years, for the last 4-5 years. Since the beginning, we were more interested in awareness building because that was one challenge. I think that is the same thing that has also happened in many other nations and many other communities. How do you actually bring a group of people who understand and appreciate the philosophy of open source? First they do that, then that's when we actually move on to other things. So I'll just share with you some examples. Then we are now moving into largely technology development. One major advantage or one major thing that we have been able to do in the last 5-6 years is that many of the OSGEO GSOC projects from the group that I have, a lot of my students have also been part of it. So almost around 15 to 16 students in the last 5 years have contributed to various GSOC projects in trying to write for QGIS. So PG routing is one classic case where in the last 3 years continuously the GSOC supported student has always been from my group. So we are continuously doing what we are interested in research, but at the same time working with the PG routing community to allow that to become part of the routing programs that are actually there. Okay, so we have been trying to do that as one major activity for the last couple of years in trying to create a group of people who maybe few years down the line are available for doing various things. And the other thing is to work with various agencies to actually develop and show that open source can deliver solutions. Okay, so we have also taken up projects of the government, for example, in Environment Ministry. We tried to develop the first national there's a biodiversity region in the country. The idea was to develop a project which can actually create a spatial data infrastructure for all kinds of biodiversity data and put that together so that it's publicly available. It's available as of today. And that was supported by the government itself. Because now we are a legal entity, the entity can actually take projects from the government and show them demonstrable projects. I think it's important for us also to look at demonstrable products, because with that only people realize what can be done and stuff. So this is one of the first meetings. I think Morrison was also there in this first meeting in 2007 when the Indian OSGEO community actually started off. And as you can see, this is the first meeting in January that we did.
But then we also see that we have tie up with other organizations in India. For example, like internationally, there is a mapping organization called International Cartography Association. India also has its own National Cartography Association. So we work with them. We work with the Indian Society of Remote Sensing, with the Indian Society of Geomatics, with all the related agencies, related societies, so that we all have the same ideas. So this hosting of various exhibition booths or workshops or hands-on workshops is one thing that we do with these people. At least every year we have at least two such kind of workshops where a lot of people have been trained and understood. But one of the more important parts that we are now involved with is this kind of a step. Okay? Can we actually provide tools for a lot of people to generate the data that is kind of widespread? India is a large country and every state has a different model because we are also a federal country. So the states can have their own policy. Okay, and every state, the average population is of the order of 50 million. So we have, so about 50 million is the average size of a state. So some states are larger than that and double the size. So it takes time to be able to put that technology together in many of these places. Okay, so some of this, for example, was also supported by various other agencies. So the water resource management training program that we did with these open source schools was actually supported by UNDP to train mid-level career people who are actually teaching water resource management in universities or practicing it on the ground to provide for solutions and stuff. So they were not just done by us but also funded by various agencies and so on. Okay, so there are some local news that kind of I'm sharing about. This is an interesting stuff, so I thought I'll put this instead of the other things. This was actually done for a group that is managing a tiger reserve. India has a couple of tiger reserves, about 8-10 of them. And this is for one of those tiger reserves where they had all the data was in paper pen kind of format. So the forest rangers used to keep that. So this, when we initially trained them, they not only wanted to use this, but they actually sat till night, 9 o'clock or 10 o'clock. Officially the training ended at 5, but after lunch or after dinner they used to come back and say that, no, I tried this, it is not working, can you tell us? So they actually started adopting, and a lot of this data is now being made available slowly by the forest department so that people do understand what is going on and stuff. So this had very extensive interaction with tutors and so on. So I'll give you one more example that came from a modification of it. So as I said, we started with a lot of awareness, capacity building programs, but then we moved to something called as, how do we actually develop technology, or how do we do the hacking of an open source software? As an individual or as a group or as a small group, it's easier to do. But then can we spread this and try and build a larger community of doing that kind of stuff? For the first time, DST is like Nihondewa, Mobuka Gakshova, Nihondewa, Department of Science and Technology to you, Joseph Nohote, Aru Kikaiskito. So that DST actually funded a 3-week training program to train people who have actually been working for 5 years or 10 years using GIS but have been only users. How do we convert them from being just a software, a solution or an application provider to actually somebody who can develop solutions and stuff? And so there are various kinds of people who are there in this. And this idea was that there was somebody who was from the National Institute of Rural Development, somebody from the Wildlife Institute of India and various other agencies. The idea was, how do we bring them together and tell them how to build a solution? Can we train them? Can we actually tell them how to hack a software, where to build and stuff? And the idea is, building such a community, maybe in the next couple of years, we might be able to provide better solutions. This is one more example of similarly a large government agency that came together. This is one of the largest public sector defense production organization, which actually produces equipment for the defense in India. And they are very technology intensive. They had almost everybody. I had worked programmers for about 8 to 15 years, but very little knowledge of GIS. So they were only using existing GIS tools as it is without understanding how to tweak, let's say for example, open up QGIS or open jump and tweak the part of that to be able to put together in their own solutions. So this was an interesting training program for us because we moved from teaching only usage of the tool to actually telling how the software has to be modified, where it has to be modified, how you can pull out the library, use it to what you want, and reconfigure the entire setup according to their needs. So an important part of this was what I call developing capability to convert ideas to implementation. We have, people have a lot of ideas.
big challenge that we should always be have is how does that idea become actually implementable in a very structured format. If it can be done, then they can actually harness the technology in a much better way than anybody else. So this was our challenge, and we tried to do this with various kinds of methods. And then finally, the most important part for us was the other part of the fourth freedom, was how to actually tell them source code is available, but how many of them actually open the source code and see? Right? How many of them actually like to tweak that a bit or modify that depending on what their needs are? Right? Just try to just work around what is available, or maybe post a report saying that we want this feature there or that there, but how do they actually look at modifying that? And this was an interesting example for us. We have been, the last 1 year, we have done two such training programs, and now various agencies are interested in kind of taking this forward. So hopefully this should help us do it in different parts of the country, the kind of training that we would like to do. Okay? Yes, this is kind of fairly to give you an idea of the kind of work that OSGEO India has been doing as a community. So though the officially the OSGEO India's office happens to be in my place, but the work is kind of, a lot of these training programs have happened in different parts of the country, and whether it could be in the north or the east or west of the country and stuff. So each one of them has happened depending on with whom and for what we are trying to do it. So in some cases, they were very early on tool based, then it became very much thematic based, then now we are actually into technology development, but in the same time we also do a lot of this. So currently there is an internationally funded activity to train people for biodiversity conservation, how can they use actually open source tools and stuff, and that is kind of ongoing, and in December we'll have one more major activity for that. So this is, I think, a block that, I mean, as I said, you also need people to spread the word, and Ravi Kumar also happened to be part of the board a couple of years ago, but then he has been actually been our person who actually keeps the record of what is going on. Most of us get involved in many things, and sometimes I think we are not very good at informing stuff, but if you look at this user talk in Ravi's page, all the activities that was done by OSGEO is actually listed. Okay, so this gives you a fair idea of what is doable and what kind of work we are actually involved in and stuff. How much time do you need? Fine, then I'll kind of skip some of this and I'll try and share with you some examples of what we have done. I'll skip this because these are very similar stuff that you might have done. But I think I'll take a small deviation, and possibly because people are also having technological backgrounds, so I thought I'll use this platform to also share with you some kind of new technologies that we are trying to develop and possibly be part of some of the tools that we are looking at. And why do we need this is what I was more interested in sharing at this point. So for example, today a lot of spatial temporal data is becoming available. Most of this is now being called as big data, and then you need to generate solutions very quickly. We don't have the time to say that we'll wait for 6 months or 3 years and then give you an answer for it. Okay, so I'll give you some simple reasoning for it in the interest of time. So most of the big data analytics even today is still about discovering cause-effect relationship. I know what I'm looking for, I'm just digging the data to find out, which we do in many, many applications. But what is more interesting is when I actually start discovering knowledge from this data. Can I actually extract what is more useful for me? So for example, if there is a disease data for last 10 years or 20 years of the disease or any health problem that is happening in the country, can I use that data to kind of tell where this disease happens more, why, what is the cause of it? Can I discover those things without really being a medical or purely a medical professional, right? So how can I actually help build tools for doing that? So that is one kind of a step that we are interested in. So this is where we currently are, but at the same time, for most of the GIS people, this last one becomes a very interesting problem, because today everybody wants a solution where he or she is. So I want to make a decision here. A community wants to make a decision somewhere. The agencies want to make a decision depending on what the problem is. Like, I want to manage some people, I don't want to manage something else. So what is it? Whether it is to provide services, whether it is to provide a record of my health or my disease occurrence in the city, or is it about providing understanding of disaster applications or whatever we may want to call it, right? So spatial data has a lot of information. So one of our challenges has always been, how do we store and handle this data, which is increasing. A lot of the tools that we have developed traditionally are not going to be nice, because one of the biggest problems is that the data model that was developed for most of these tools were for more like captive data.
That means I know what my data will do. I can hold the data in my my tools or in memory processing and stuff like that and handle it and try and make differences of it. But now we are more interested in doing this analysis at different levels, right? So what are we trying to generate and stuff? So I'll just share with you some examples. So for example, let's say there's a map like this. Lot of data is available and I open that map in QGIS or any software for that matter. If I open and I get this kind of a drainage network, right? Can anybody recognize from this where, for example, in this case, River Ganges in India or any major river in Japan is actually there? You will not see anything in this, right? Similarly, UN releases this data for administrative boundary of the world, and when I actually open the entire data, I get something like this. So no district is seen. I can't see any place in this, right? Because it's kind of very crowded. So, but if the same thing happens when you actually open, let's say Google Maps or any map for that matter, you open the road network, you will find all levels of roads. Now, you are looking at the whole country, you are looking at national highway, a small lane, every road. These are simple things, and this comes from cartographic principles. So the idea was that can I actually change it to something like this? So when I'm looking at the full screen, can I only get the country map? I use the attribute information, can I mine the data and change the way the data is represented? So there are two steps. One, I have to know the attribute, how it is presented. Second, how I can actually generate a map out of it, right? So the same thing when I zoom in, I may actually get the state boundaries. If I zoom further, according to the zoom in level, I might extract. The idea is not to generate new data. The idea is to just use the same data, but then present it in a different way. So sometimes visualizing data itself can be a large amount of useful thing for a lot of people to make quick decisions of what they see and stuff. This, I think about a year ago or more, we published it in Phosphology conference itself. And we are now trying to see whether this can be added to any of the existing tools as a kind of a plugin or stuff, so that it's easily available for people to try and use it. Okay, I'll give you one more example. This is about more of the data. So if you have a lot of data and you're trying to look at simulation or understanding what is happening, given my background in modeling and simulation. So for example, the city that I come from, which is in Hyderabad, the city is about 50 kilometers north, south and east, west. So it's a relatively large city and its population and as of now is of the order of 8 million. 8 million people live in the city. Okay, and we are estimating at this point that between morning hours, the morning peak hours, there are about 100,000 of Juman vehicles or cars and vehicles that are actually on the road. But we also anticipate that in 5 years, that number will go from 100,000 to 300,000. Then what is it that will actually happen? Which roads will be congested and what is what we are trying to model? I think this will not be here. Let me just check if I can. I'll just quickly run now. So this is an output which allows us to see what will happen in that 3 hours. So as you can actually see, there will be some roads that are getting traffic jammed continuously and some are not. So as the vehicle population, the data is coming from OpenStreetMaps. It has been generated and added there. But then the technical simulation or the knowledge that's coming is coming from traffic manipulation and stuff. The idea is to see how that will affect where people will go and stuff. So you can actually see at what time which road gets more jammed, what is less and stuff. So if the government wants to make a decision, they can actually quickly use this information to decide when and where they would like to work on trying to do a modification of the stuff. Okay? So, this is for example using open data and trying to combine it with research to provide a good solution. The other thing that we were interested in was to look at one condition, one thing that you all find is when you look at a road map, we all get only the road map, right? Nobody tells you what is the condition of the road. And in many countries, one of the biggest challenges after huge rains, like monsoonal and stuff, is that the road is not exactly the same condition as it is before. The idea here was to combine various things. Existing methods are very expensive, I'll not go into that. But then the idea was to build a tool that is actually going to give us this kind of an information based on road mapping and road condition mapping that can then be used by people. So now, actually the one that we developed can be put in a mobile phone like this. You put it on the car dashboard or on your vehicle, and this can actually be used by people to collect information. So I'll
So this actually works in a similar way. Maybe I'll just show you the video run for it. So this data that you see on the left top is coming from the accelerometer. This is coming from the camera view of the mobile. And this is coming from a GPS map. The idea is that the end user, from a user's point of view, and not from us, but from the user's point of view, is more interesting is to see this. Right? He or she can actually see and understand whether he is getting, he's having a good road or a bad road at different places. I'll just try to skip this a little faster. So you'll see here that it's on a like a bitumen tar road, or he moves on a concrete road and stuff. The entire processing is done now on the system itself. So on a platform like the mobile, I can actually do the entire processing, and then I can generate this output. And this generated output can now be put onto a map and provided to anybody. So along with having information on what the where the road is, I can actually use this information to tell where the road characteristic actually changes. Okay, so this is actually used and developed into such kind of maps. And now, I mean, this we started working on it about a little more than a year ago. Now it's kind of a fully working model is being ported from the technology that we developed to a mobile, so that it can then be used by many people to generate such results. So you see the road markings and stuff. I don't know that you can clearly see in this. One of the other things that you also want to capture is to capture if the road has a pothole or has a problem in the road, which can then be detected by people and used for by the municipal authorities and stuff. So interestingly, after we showed this, the local government is interested now to actually use this as a solution in trying to map. For a city like Hyderabad, the entire road kilometer length is about 15,000 kilometers. Similarly, for any large city like Tokyo also, you'll have a few thousands of kilometers of road network, and it's not possible for a small community of maybe 50 people or 100 people employed in the municipal corporation to actually monitor every road and keep a track of what is going on and stuff. So these are some solutions where locational information can actually change the way we look at it. I don't know how many of you have used this. One of the first testing was done by a friend here. Yawasan actually did the first testing of this tool and we were trying to release this stuff. The idea was that when you get a map, most of us when you get a map like a shapefile or anything, we have to go install a software to see it. The idea is, can it be actually done on a browser? Why should you need a software? Given that most of us are now connected, can I actually provide it as a service? So visualizing a map, modifying the map and releasing it, can it be completely done as a service? This is the first version that was released about 3 years ago. Now we are actually releasing the second version, which will allow not only to look at this kind of a data, but will also allow you to put on a WMS. Take a WMS layer at the back end, take your data that is available, you can use it. So there are two things that we came up with. One was to use this, and the second was that this can also allow people to actually, in a company or an organization, not install software on every system. All that you need is a net-connected system. One system can actually have, or one server can have the software, and everybody can look and use it as a common software tool. So this is what we're trying to develop now, so that I'm actually even free of this tool, and I can use mapping as a kind of a service to look at the data, handle it, map it and stuff. Because most of the people, if you look at it, at least 60% or 70% of the public using maps would like to just publish the map, not actually tweak the map or do a large amount of analysis. Right? So for them, this should be an easily convenient tool that can be done. We had another problem that I thought I'd share, is how do we crowdsource data and bring it into a platform that can actually become a well-informed stuff. But one of the challenges was Indian urban cities are well mapped, but rural areas are very little mapped. And if you come from natural resource or environmental perspective, you also realize that a lot of detail is missing in the maps that we are looking at. So can we actually allow people to create their own thematic layers and generate it online so that it's available to them and it's also available to the community? Okay, so it's an idea to actually support it in the idea of open data model that was actually done. And this was released and we are now trying to build some APIs to this, so that we can actually allow people to just log in and create their data. And if you are a researcher or an academic institution, you can download that entire data for free. That was the whole idea, so that it's easily available for people to use for various reasons. So they can choose what they want to see and they can draw. So for example, in one community, they try to draw all the small houses or slums that are there, mapping in one of the cities. So this is a platform now being used by a lot of non-governmental or social organizations. They are trying to do this
by using such platforms. So our way of looking at it is we are technology providers, and there are many other users that will be there who will actually end up doing it. So another simplest thing that we actually found out with a lot of people who work with villagers is that going to an online system and putting the data is not possible. So they said, can I actually use a simple SMS and report, for example, in this case, they are reporting the disease in cow, like foot and mouth disease in cow. There are 500 cows in this village, 5 are affected, 2 died today, and things like that. So on a daily basis, they want to report what is happening and help generate a data or a history of information of what is happening. So the idea was take that information, locate it, so that it's also available both geographically marked and as various kinds of stuff. So this is being now looked at even human disease surveillance and other activities. So utilities are many. Okay. So there's, as I said earlier, we also were able to encourage and allow for a company to start up and do some of these things. Let's skip some of this. And I'll just show you one last interesting solution that our open source tool helped us. Government came to us asking to count people. Like, I think most of you have heard, unfortunately, in the last two weeks back, this incident that happened in Mecca, right? When too many people are there, and there's a stampede that happens in a major crowd. In this place, in India, we have a place called Godavari. This river, to give you an idea how big this river is, the bridge on this is 101.5 kilometers long. So the river is very wide. Looks like you can't see the other side of the river. The bridge is itself 1.5 kilometers long on this bridge. Once in 12 years, people go to take bath in this river. And it's for 12 days. Anybody can go in that 12 days. They are thought of to be a good time. And in those 12 days, in this place, we had almost a count of, and there are only this kind of, these dots that you see here, is where people can go for taking bath. Okay? And there were about 16 million people who visited in a period of 12 days. So on an average, every day you had more than 1 million people visiting. And government wanted to keep a track of who is where and what is happening and stuff. So they asked us to develop a solution. So we looked at various models that were there. And the biggest advantage was OpenCV came to a big rescue for us. We included OpenCV, we used open layers for showing the dashboard, we combined various other things to kind of combine that. And then the idea was that, so if you see in this, you'll see a lot of people in the water, entering the river and taking bath. This is a very common thing in India and various cities. So the idea was to recognize and identify each one of them there. Once we find them, then we actually map them. Okay? So to give you a size of the data that was working, for every hour we were getting 60 GBs of data. Okay, so we had to actually process this video, find out how many people are there on the ground, and then put them to mark on this. 1.5 crore is about 16 million. Oh, sorry, 15 million. Okay, in India it's 12 crores, which is 10 million. So it's about 15 million people who are there. So our goal was to provide this kind of a result every 1 hour. Okay, so every hour we were telling in which of these places, how many people have come, right, in that particular hour. So for example, in this case, between 10 and 11, you had already Nijuni Manvi, right, and since morning, it had crossed a million, from morning 5 o'clock to 11 o'clock, and this on a daily basis, right. So the government actually used this, the police used this to decide where should people go, should they go from here to this one or that one. They used this to in real time to redirect for all the 12 days. And luckily, there were no major incidents. So this data became very useful. So front-end still is about GIS and doing solutions. But the back-end had a lot of other analytics to be combined. So given that, now we have the idea of putting together or tools that are available. It's all about how do you innovate in trying to connect them and integrate them to provide a real-time solution that can actually be used. And so you can actually even see this data is completely available even today online. We have released the whole data. So you can actually see the trend. In the morning, how it will peak, in the evening, how it will come down and stuff. So interesting learnings can actually come out of this. And we also used mobile phone data to find out where you will find more people. This entire city is very small. From here to here, it's only about 5 or 6 kilometers. The whole city's population is about 1 million. It's about 700,000, right? But the amount of people who came there, the city population is 700,000, but on an average, every day you had 1 million people coming into the city just to take bath in the river and go. Okay? So it was a very interesting stuff. And luckily, the way the website was developed, it could have, it was, within 24 hours, we were able to
converted into a mobile app, and everything that you can see on the website was able to be downloaded and seen in real time on an app which was actually used by many people. So one last slide of an interesting thing that happened very recently in July. So I think this was in Fosfogy, Europe. This challenge was actually announced that use WorldWind as a platform to provide for some interesting solutions. So we actually provided something like this. I'll just show you what it looks like to give you an idea. So flooding is one interesting problem for a lot of us. I'll not go into the details. So if you look at flooding, okay, so in many cases we only see aerial view like this. We get a view when any area is flooded. Governments or people go on the helicopter or plane and find out how many areas are affected. But this is very difficult for general public to understand how bad or how good, which place is badly affected or not. The more interesting would be to show people like this. Right? So the idea was to tweak WorldWind to allow for city GML data to be used directly into this. So city GML data was directly imported. We built this, the required interfaces for it. So you can import city GML data, you can import a flood model outputs, and then when you actually look at it, maybe I can get a little ahead. So the idea was, as the flooding happens, you can actually see this. Now if you can show this to any common man also, he or she will understand where his house is, how is it affected, right? So this is the biggest, this is what we recently did, and now we are trying to develop. So this now tells, on the other hand, like as you was being told, talked about, now when you go to government and say why we need detailed data of elevation, of city GML and things like that has to be generated, now they understand the value of it. Because unless we say you generate data, they won't generate. But at the same time, if we only say that there are a lot of uses, but when we start showing such kind of results, now the governments are interested in trying to say that let's work on this and develop such data sets for all the coastal cities or coastal towns so that we can actually see how flooding will affect them. Not just in a two-dimensional way, but actually getting understanding. So this, if we can actually use CityGML LOD4, we can actually show till window level or till door level or what level the water is coming in different places and so on. Okay, so I thought I'll show this as one of the recent advances that were able to be done. Yeah, okay, at this I think I'll stop. I'll just tell you that the last slide is to say that Fosfogy India has now become a national platform for doing various things. We have had various kinds of conferences. Interestingly, apart from our group, there's one more group in India which has now started to release a software. So this is available on GitHub called Rivim. You take pictures of the street and you can generate a 3D street view from that particular tool. Okay, so this is actually being made available for people to use. So this is also one of the tools that are coming out of some community in India. But the most important part is that the government has now accepted open source as the primary solution provided to various government projects. So this means that we are at a time in the country, a very exciting time for us, because we can now work with the government to actually create a good ecosystem to generate a lot of this information and be able to do stuff. So keeping this in mind, and keeping that for the last 2 years we have been having Fosfogy Asia again recreated since 2014, last year and this year in Seoul, right? There is a proposal to actually have Fosfogy Asia, next one in Hyderabad, along with in 2016. So I would like to invite all of you to actively take part and share, and possibly even give ideas and exchange opinions when you actually come and plan to visit this. Tentative, I mean, as of now, we have planned it for 7th, 8th and 9th. 10th could be a code sprint and things like that. So it will help other groups to understand what all we in Asia are actually also doing and learn from each other's experiences. Okay, with this, thank you very much. Thank you for interesting
story. I live in India, and it's good to know the different countries, but I'm interested mainly the open startup business using open source solutions. Mm-hmm. You know, there are many young people use the open source tools for the academic purpose. But the critical point is who's going to start the business. And then the government embracing the open source solutions, that's great. And then but the next step is going to be that provide solutions. And then what's the trend in India? And then how many companies are actually providing those solutions? Okay, thank you very much. Well, it's an interesting problem. I think it's a problem in many countries, not only in India, but also in possibly the other parts of Asia and Europe. So one big challenge with government is that government is not able to give projects to small companies the very first, especially when they are formed in the first year or first couple of years. They have to be decently large because of all the other format in which the government works. But the good part of it, as I said, this policy that came, is also, luckily I have been part of I've also been part of the national free software movement, not just the open source GIS part of it, but also the open source or the free software movement for doing all kinds of software, including databases and stuff. So we actually lobbied with the government for a very long time. And we also were involved in reviewing some of the government activities in open source. So 3-4 years back, we made a major recommendation saying that if government doesn't say that it will do open source, there will be no community that will actually come up. Because we as researchers will only do, or as universities, we'll only do a proof of concept. Right? I will not do an operational project. Like, I can do that, I can show what can be done in the technology, but I will not do that for 5 years because that is not my job. I'll go back to teach or do new topics in research. Right? So currently the trend, luckily for the last 6 months, we are having some serious discussion. So we are now trying to build a consortium of all small scale companies. And say that even as a small SMBs or small and medium sized businesses are not large enough to actually bid for the government project, but they will form a consortium which will be assisted by a government built agency. So we are now actually working with the government to build such a group. So if we are lucky, maybe in another 6 months or 8 months, we will have such an agency. That will actually now act like an interface between the government projects and the so that we can actually build an ecosystem in 3 years or 5 years. So we can actually give projects to the small project companies and stuff. Other side of it, a lot of big companies, for whatever reasons, including their own business interests, they don't necessarily look at, even though they do a lot of open source, the unfortunate part with big companies is they do open source, they don't tell that they do open source. That is, I think, a trend everywhere. Because they still want to get their projects from Oracle or from whatever big company that might be there, right? Because they have been doing that for the last 15 years and you ask them to change, they're not very happy with it. Okay, so the idea was that instead of asking them to change every time, we actually start a set of groups that will do that. I have one another advantage that my university also happens to be the largest incubator in the country for startup companies with government supported stuff. So where almost 70% of them use open source in their solutions. So the idea is to generate them, create solutions and give the ideas and then upscale it to various people and stuff. So yes, good state yet, but it has crossed the nascent understandings and stuff. So maybe another 3 years and we should be in a better position to do that. Great, thank you. Thank you very much. I have two questions. So one is very specific question about the open source solutions, about the special temper data management. So you have many experience about the special temper data to have it. So what type of the open source technology do you use, if you can share? Then the second question is a really, high level. In my opinion, nowadays many GIS solutions focus on the people as the consumer. So it's man or it's visualization is one of the main goals. But it's IoT technologies, I think it's sensor devices, it could be and maybe it's become the consumer to
to use GIS. So in that case, what type of operation should consider to for future applications? Yeah, for the first one, as far as the big data kind of spatial temporal handling is concerned, I wouldn't say that there are enough tools that are currently there. So the idea was to develop some of these tools. Yes, for example, the one that I didn't show, one of the bigger ones that we have been developing, is to actually do risk mapping for diseases, for climate and for other, like crime mapping. How do you actually identify hotspots of crime and things like that? So that tool which we did it as a research work and we have published it as a research work. But recently when we discussed with people in ITC or other people, they are interested in using it as a tool. So we are actually repackaging the whole thing into a small tool and we'll release it soon. But most of the time, yes, we use the standard platforms because these are all, in some sense, coded from scratch. So they don't exist any platform as such. But there are also things like, for example, the GeoBI tools that we have for other things, which we are now trying to, which in combination with GeoBI and CGM and things like that, you can actually provide online analytical tools on spatial-temporal data that can actually be generated for. So that is what this company is doing. I did present the company work. The company is trying to build a product like that that can be used by an insurance company or a major industry that has spread over the whole country and stuff, but can't see the data because if you look at it in a typical chart, whose names will occur in some other place. They don't occur very next to each other where they are physically located, right? How do you understand trends of one place with respect to another place? So that was the model, they call it SmartOut, and they're trying to build it as a product, which will actually use some of these, which will actually even consume CGM as one of the technologies in that, okay? Whereas the second question that you had asked was more about the whether IoTs will consume this information or stuff. So I think there is a small change in the last couple of years, right? So till now we have produced, I generally give this to the government when I talk. So there is a paradigm shift is what I call it, very similar to what you asked. Till now it was a data provider's work. So data provider, whether it is the National Mapping Agency or somebody else, whatever data is available, we are trying to live with that data, right? But today it's the other way around. We want user to understand what he or she needs and we want to fit that, right? So can solutions be built around user needs? I'll give you one example before I answer your question, if the time is okay. Half a minute? Okay. So for example, what we try to do now is one of the biggest challenges, you have satellite imagery for last 30 years, right? But can you tell me where there will be drought? Or if there is a drought happening this year because the rain did not happen in the right time, can we actually tell this is the place where people have to worry about or those farmers have to be given some other solution? We don't. We have a lot of data, but we don't give any solution to the farmer, right? Even government agencies don't have it. After the drought has occurred, after 1 month or so, they'll go and find out and say, oh, there's a bad, the crop failed here, the crop happened like this and stuff. Can we actually do that kind of a monitoring? So the idea was to build such a way, I would say that let's go from data producer's paradigm to the user's paradigm of how do you actually build solutions. So the second part, which coming to your question exactly, is that there are a lot of web registries that are coming up now. The idea is to build what you call systems that can discover data rather than people discovering data. So people discovery is one part of the story, right? So a lot of data still doesn't have very good metadata. But the idea is to use metadata and web registries to actually generate discoverable data. If we can do that, then irrespective of whether a person or a system or another entity or any device wants to know, it knows exactly what it is searching for, it will pick that data from there and maybe do a mashup of it and provide it. Okay? So recently in India there is a community, the government took up an activity called National GIS, and the first thing in National GIS is to create a national data repository. Because we have like 20 different agencies storing 20 different types of data. Forestry data is with one person, the other one is with another one. So we have, the first thing that we are trying to do is to build something like that, an architecture. We have designed it, but hopefully we'll start implementing it soon. We are planning to give it to a company to implement it and manage it for the next couple of years. So that then that can be available for anybody to discover it. So data discovery will become the biggest challenge in the next couple of years. I hope it answered. はい、よろしいですか。はい、ありがとうございました。
ではあの、ダージャン先生どうもありがとうございました。15分ほど知ってますけれども、次お昼休みを挟んで1時半からになります。で1時半からは2つのセッションがありまして、ここの部屋とそこのワイヤーで行いますの で休憩時間が10分ずつ2回の休憩時間ありますので、そのタイミングでうまく時間調整しながら、好きなところに出ていただくということで、出入りは基本的に自由でお願いします。で、はい、ちょっと押してますけれども、定刻通り1時半からということで進めてよろしいでしょうか。特にお色なければ1時半からということを進めさせていただきたいかと思います。であと出口なんですけれども、東大の駒場のところ、来ていただいた、あの駒場東大駅から来ると東の門というのがあって、そちらから出ることができるんですけれども、今あの本日休日なもので、出ることができても入ることができませんので、あの駒場方向に行かれ、駒場東大駅前方向に行かれる方はその辺ご注意ください。ただ、北の方に向かっていただいたあの正門の方はあのずっと開いておりますので、まあ、そちらの方を使って出入りしていただく、出入りして、いただくようによろしくお願いします。はい、ということで午前の場はこれにて終了いたします。皆さんありがとうございました。